この番組はデータロボサイトセブンの提供でお送りいたします。一人二人また一人男の数えた男が惚れるは男あれのも一人行く一人優しく二人といない身も心も矢野でございます。今日調子どうですか？調子はいいですよ。最近本当に勝てないんですけど楽しく打ってます。今日は楽しいのがやっぱり一番ですね。それだけでやってるんで。ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、この業界に入ったきっかけ教えていただいていいですか？きっかけはもうノリです。ノリです。ノリよく入った感じです。それだけです。子供の頃もノリのいい子供だったっていう。いやそうですね、まあお調子者でした昔から。プライベートでもパチンコパチスロもちろんです。プライベートで行かなくなったら僕はこの仕事辞めます。パチンコパチスロ以外に趣味ってあられますか？最近釣りですね。もう2年ぐらいこっち来てから、大阪行ってから釣り始めてバス釣りやってるんですけど、いいんです。釣れなかったことを何かのせいにできないのがいいです。それがパチンコパチスロと違うところです。なんか設定狙いみたいな感じのと釣りの大物狙いみたいなのって通じるところはありますか？難しいものはありますし、魚釣れたらやっぱ脳汁びしゃびしゃになりますし、ただ本当に言い訳できないんで、そこに魚は絶対いるっていうのがあるんで、釣れないのは自分のせいにできるのが釣りのいいところですね。あと自然、まあ普段やっぱこういうところで仕事してるんで、まあ、大自然の中でというところでございます。はい、最近あったなんか事件とかってありますか？事件、今年的な話で言うと口座差し押さえられてたぐらいですかね。税金は恐ろしいなという話でございます。納税はねちゃんとしましょう。何年ぐらいですか？何年ぐらい滞納時期というか。いやそんなんですよ。 1年ぐらいじゃないですか。あ、古いですね。ああなんかまあはい、差し押さえられたら紙みたいな。紙きます。紙きて口座がいきなり口座の残高がゼロになる。これを見た時はどんな気分でした？いや事件かなと思いました。警察電話しました。警察なんて言ったんですか？結局こういうのがある時に被害者のは銀行さんの方なんでねみたいな。あ、警察ってクソだなと思いました。今日はシーンはパチスロの編集長と、はい、ですよね。はい、相方に対する思いなどはありますでしょうか？いやそうですね、編集長は本当付き合って、まあ、頻繁に会うわけではないんですけれども、付き合ってもう6、7年ぐらいですかね。唯一敬語を使わない年上です。良くも悪くも、はい、唯一敬語使わないです。パチセブンの編集長っていつもマスクかぶって謎の人じゃないですか。はいはい、素顔ってどんな人ですか？素顔はね、けどいいおじさんですよ。渋いおじさん。もうちょいちゃんとしたらモテると思います。ちゃんとしてないんで、まあ、ちょっと性格がちょっとあれなんで。今日の実践場所、宇野宇野県、はい、は来られたことはありますか？僕ここは初めてなんですけど、宇野さんは、まあ、ちょこちょこ行ったことありますね、プライベートでも。あ、そうなんですね。はい、秋葉のうのさんに何回か。結構いい店ですよね。で今日めちゃめちゃいい店なんですよ。そのまあ編集長がいろいろ調べてくれて、あの並びで入るみたいな、その上で、まあ、今の段階でこの辺じゃないかなっていうのが何箇所があるんですが、まあ、全体的にちょっといいんじゃないかなみたいな、5、6じゃないにしてもこう遊ばせてくれてる感があるというか、大好きな店です。そういう店、今いろんなチームで戦ってると思うんですけど、はい、ライバルはここかなっていうチームはありますか？ライバルはねないです。もう自分自身です、ね、もう今日ちゃんと買って帰ること、楽しむこと、もうそれだけです。もう人様とどうのこうのの以前の話です。ファンがですね、はい、ファンいらっしゃるじゃないですか。ファンの皆さんに対してですね、はい、一言お願いします。
いやもう本当にね、あの僕みたいなもう何の役にも立つわけでもないですし、もう本当なんか楽しく、脳汁出してるだけのね、まあ、まあ言うて僕ももう37になったんでもう中年ですけれども、まあ、それでも昔から変わらずずっと応援してくださってる方もいますし、ジャンバリに移籍してから見出したっていう方もおられると思うんですけれども、まあ、本当にもうありがとうございますと、来年は、まあ、2023年は必ずねグッズとか作って皆様に何らかの形で還元できるような形であったらなと思います。皆様があってこその僕でございますんで、これはもうどの炎上も共通ですけれどもね、わざわざ口には出さないですけれども、日頃から動画のコメントとか再生とか本当に感謝しておりますので、ありがとうございます。それにつきます。最近打ってるプライベートで好きなんだ、はい、一回全部触りたいみたいなところがあるんですよね。スマスロで言うと、まあ、リノを打ってバルブレイブって、まあ、鏡もこの前ちょっと触ってっていう中だと、バキがやっぱ原作含めてっていうのと、あとまあやっぱ難しい台が多いんで、スマスロバキとりあえず当たるなっていう意味では、今出てるスマスロの中で僕はバキ、まあ、ちょっといいかなみたいなっていう風には思ってますし、まあ、今日実践してる絶景とかも、まあ、まあまだ3回しか打ったことないんですけど、3分の3で勝ててて、まあ、相性というか、まあ、好きな台というかやれてる台って感じです。絶景、今日の抱負や意気込みがあったら。抱負、まあそうですね、まあ、編集長があの本当目押し機好きなんで、まあ、そういうので今後に活かせるようななんかこう豆知識というか打ち方みたいなのを、教えてもらえればな、今後の自分の収録にも活かせるかなって感じです。カメラに向かってですね、意気込みみたいなのを一言。わかりました。はい、今日は終わった後編集長と飲みに行く約束してるんで、まああいつは多分金出さないんで、飲み代稼げるように頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。編集長、子供の頃ってどんなお子さんでしたか？端的に言うと多分嫌な子だったと思いますね。こうやったら怒られるんだ、こうやったら褒められるんだっていうのをよく観察して、それにあてがって生きてきました。この業界に入ったきっかけっていうのはありますか？まあスロットで仕事してみたいって思ったのかな。モーニング野郎たちが巣窟になってたじゃない。モーニング野郎、そいつらをもうかなりバカにしてたね。あ、こいつらはクズなんだなって思ってたんだけど、まあ、スロット基本簡単なんで、出ると思えば出ますから。やめよこれ。波を掴んで勝利を勝ち取れ、データロボサイト7。皆様お疲れ様です。突然ですが、世代一択嵐、そして川原みのりの新番組 BS ファミリーが1月11日よりレギュラー番組としてスタートいたします。みんなでプレステかなんかするんですかね、 BS ファミリー。なるほど、絶対違うでしょ。まあね、そんなレトロゲームをやる番組ではなく BS ですから、はい、ということスロットで、まあ何やらバチャバチャやってみるんじゃないですか。はい、川原さんに会えるのがすごい楽しみです。初対面だもんね。はい、嵐さんはまあまあどっちでもいいです。おいこら、はい、これもみのりんと番組やるの楽しみです。というわけで、ぜひ皆様もお楽しみにしてください。見てください。